ショータイム二等兵の友人です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はあの、うん、前が、うん、ENTP だったので、うん、はい、これがじゃあ内向的になったら、うん、っていうところで、うん、INTP 型、うん、内向直感、うん、思考認知の紹介を、うん、はい、したいと思います、うん、あ、順序がバラバラですいません。こちら、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術、はい、プリーズアンダースタンドミーと、うん、自分自身を理解すると、うん、いろいろいいよ、うん、ざっくりでごめんなさいざっくり、はい、いいっすよって、うん、本当にちょっと最近思います、はいはい、っていうところで今日は INTP、うん、INTP 型、うん、宇宙の解明こそが人生のテーマ、うん、大きく出ましたね。宇宙の解明、宇宙の解明、さすが NT 型、うん、しかも P 認知ですからね、うんうんうん、可能性は無限、うん、っていう直感で思考で可能性は無限な人たちのテーマは宇宙の解明だそうです、うんうんうん、人とかじゃないですよね、はい、宇宙です。宇宙、はい、で、アイデアやシステムの建築家、うんうん、INTP 型は全てのタイプの中で最も正確な思考と言語能力を持ち合わせており、うん、思考や言語の特徴、矛盾などを即座に見抜く才能を持っている、うん、一言で表すならば建築家であると、うん、大きな建造物を作り上げるのと同様に、うん、アイデアやシステムを構築するのもこの人だ、うん、このタイプは総人口の 1% しかいないので、うん、他のタイプほど頻繁に出会うことがない。確かにこの内向の I が 25% で直感の N がまた 25% ってなって、であと 50% ってなっていくと結局 1% しかいないですよと。で、集中力と調査能力、この INTP 型はどんな話にでも矛盾点を察知する才能を持っていて、それは今扱っている問題に関連することは何でも知的なレベルで丁寧に調べ上げる才能を持っているからだ。したがってこのタイプはこのタイプに比べて集中力があると言える、うん、集中力抜群、うん、で権威には無関心、うん、そんな権威なんか無関心だよと、うん、職場や地位、知名度に由来する権威には一切関心がない、うん、このタイプにとっては論理的で一貫性のある主張だけが重みを持つ、うん、息苦しいんでしょうね、まあ、この矛盾ばかりした世の中だと。まあ、息苦しいからっていうよりは、はい、意識が向いてるのは宇宙ですから。もうちっぽけなことですよって思ってくれてるのかもうバカばっかりと思ってるのかで、外面的な権威そのものが無意味なのであると、うん、そして回りくどいこと、うん、守備一貫したいしていないことを極端に嫌う、うん、全宇宙を解明したいという欲求を持つ INTP 型は常に自然の法則を探し求めている、うんうん、この宇宙を解く鍵への好奇心がこのタイプのエネルギー源と言える、うん、で、宇宙の解明こそ人生の目標、 INTP 型にとって世界とは解明されるために存在しているのだ、うん、現実は取るに足らず概念を証明するところに過ぎない、うん、何言ってんでしょうねまあ分かりますけどね宇宙の解明こそが本質的な命題であり、うん、天地万物についてあらゆることが常に正確で守備一貫し、うん、簡潔でなければならない、うんうん、そんな定義が INTP 型の目標である、うん、他人が自分のことを理解し受け入れてくれるかどうかは関係ない、うん、で、時には知的になりすぎ人間関係にひびとあります、うん、INTP 型は自分も他人も知的であることを重んじるが概念や法則、行動を理解するため大量の知識に振り回されて素人知識になってしまうこともある、うん、まあ、いろんなことを言ってすぎるんですかね、うん、で、一度手に入れた知識は必ず覚えている。また何でもかんでも分析する癖がある。一度考え始めるとまるで思考過程そのものが意思を持っているかのように
全ての問題が解き明かされるまでやめることができない、うん、自分よりも知性の働きが鈍い相手に対してはイライラするような知的スノブになりかねないこともある、うん、このために相手に敵対心や防御心を起こさせて人間関係にひびが入り、うん、傲慢な人間だと思われることがあるかもしれない、うんうん、まあ僕なんてバカに見えるんでしょうね、うん、使いますきっと、うん、こう内向なんで直接こういろいろああだこうだ言わないけど、はい、こんなもんわかんないのかみたいな、あ俺はそれ空気でわかるんだろうな俺でそうはい、でアイデアや理論を構築する仕事に向く、うん、INTP 型は論理学者、数学者、うん、哲学者、科学者など、うん、アイデアを構築する仕事に向いている、うん、しかし自分が作り上げたモデルを現実社会で実現したり応用させたりすることは増えて、うん、あるシステムを設計するとそれを実際に作ったり応用させるのは他人に任せてしまう、うんうん、したがって自分の業績に他人の名前が付けられてしまうことも多々あるあ、そうですねこれは、うんうん、で、名声や富はそれを作ったり応用した人の手に渡り、うん、設計者である INTP 型の名前は曖昧にされることになる、うん、INTP 型が行った理論的な業績は死後に評価されたり、うん、図書館の棚から持ち出されることなく失われてしまうことがある、うん、まあ、その辺をどう思ってるかですね、まあ、興味がないんですよね。興味がないんですかね。興味がないから出ようとはしない。なるほど。これ作っていいとか言ったら、あ作っていいよみたいな、っていうのは、まあ、その前の動画でも挙げた ENTP の違いとしては、うん、もうこのシステムに運用のされ方とか、うん、それが何を生んだか、うん、っていうことにはもう興味がなくて、うん、このプロセス作り上げる過程、うん、これをこうやったらこういうものができるんじゃないかみたいなところで十分ってところです。なるほど。で、向いてる職業としては優秀な教師か単独でできる仕事、うん、INTP 型は作家や営業の仕事にはあまり向かない、うん、しかし特に高等教育の場で優秀な教師になれる、うん、ただし厳しいところがあるので人気抜群とはいかないかもしれない、うん、また事務職にも向かない、うん、単純作業の繰り返しには我慢ができない、うん、で邪魔の入らない静かな環境でできれば一人で仕事をすることを好む、うん、なので組織がこのタイプの才能を適切に使いたければ INTP 型のアイデアが湧いた時に直ちにそれを書き留めることができる専用のサポートスタッフをつけるべきだ、うん、さもなければこのタイプはすぐに興味を失い他のアイデアを始めてしまうだろうと、うん、で口下手だが献身的な配慮や親になる。プライベートでは時々上の空になることもあるが、パートナーのことを真剣に考え忠実で信頼できる関係を作ることもできる。訪問客が多かったり無秩序な家庭は好まない。したがって社交の場で主導権を握るのは INTP 型のパートナーの方だ。でこの INTP 型を放っておくと本の世界に埋没し物理的な必要が生じない限りは出てこないかもしれない、うん、まあ、エニアグラムでいうところの典型的なタイプ5、うん、タイプ5っぽい、うん、思い出させてあげないと約束や記念日、うん、日常の生活習慣すらも忘れやすい、うんうん、その点を除けば自発的で素直に人の言うことを聞き一緒に暮らしやすいタイプだ、うん、ただし口頭で感情を表現するのが苦手なので、うん、パートナーは INTP 型にとっては自分のことなどどうでもよいのではないかと思うことがある、うん、特にあのこの SP 型、うん、キャッハーの人、うん、たちと一緒になるとちょっと苦労するかもしれない、うん、お互い分かり合えない、うん、で親としては子供を大切に可愛がり一緒にいることを楽しみしつけにも真剣に取り組む、うん、INTP 型の親にいる家庭は大抵穏やかでしつけに厳しすぎることもなくきちんと片付いているはずだと、うん、で、
内気で他人のことには鈍感、うん、INTP 型は周囲のことに対してまず直感で対処し、自分の強みである思考能力は親しい関係以外では比較的影を潜めている。そのために誤解されることが多く、本当の実力レベルで評価されなかったりする。親しい友人と一緒にいるとき以外は内気で控えめな性格な態度なので、とてもとっつきにくい。で、自分の原則が侵害されない限りは何にでも柔軟に適応するが、これが侵害されると堅くなに拒否する。思考方法が込み入っている上に、意思伝達は厳密で手短なので、人から理解されにくい。要は自分の中では必要十分な言葉で理解、端的に喋っているけど、周りにはそれが伝わらない。難しいこと言ってるんですよね。まあ端的に。そう、はい、もうちょっと説明したいんです。もうちょっと分かりやすく、もうちょっと分かりやすく言ってくださいって。で、これあそんなんで分かんないのみたいな。なるほど。で、感性よりも理性が発達しているので、人の欲求や期待にも鈍感、それが存在することにも気づかないことがあると、なので、まあこの N 直感、思考っていうところが、そうなんですかね、はい、というこの ENTP に比べる INTP、特にこの INTP 型の女性とかは、もしかするとこの現代社会の中ではちょっと生きづらいさを、まあ生きづらいと感じているのか、見下しているのか。見下してるその表現が違うですかね。息苦しいっていうのは感じてるかもしれないです、やりづらい、やりづらい、要はこのわけのわからない権威が横暴に支配しているように見えるかもしれないです、今そこはそこで別にいいんじゃないですか、 INTP 的には。ああ、自分のテリトリーを侵害されなければ。この現在この世の中っていうのは、はい、こう原理原則を実証する場所であるって思ってますね。はい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 、だから、あ、これはこういうふうになってるんだな。ああ、なるほど。こういう仕組みの上でこういうふうになってるんだな。全てが理解されてるかもしれないですね。だから、もしかすると、生きづらい、やりづらい。はい。で、すると、そっち側の思考がやりづらい。女性であることによって、研究職になかなか就けない。ああ、なるほど。とかなると、こう、苦手な、こう事務作業ばっかりやらされてしまうとか、はい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 、そういう生きづらさみたいなのがあるかもしれない。まあ、あの皆さんで知恵を出し合って、みんながそれぞれの良いを目指す、と、いいよねなんて、ざっくり言うと、それを僕にできない、まあ、僕は、ESFJ、ほぼ逆。あ、全部逆。全部逆。全部逆のタイプですよ、このタイプ。ああ、怖い。すべてが、私とはすべてが逆のこのタイプ、うまくやっていけたらなと思ってます。はい、まあでもそういう仕組みを考えるのがこのタイプじゃないですか。で、僕は、言ってくれれば、SJ、なので、やりますよ。後知恵ですよ、私は。希望を守りますよと。守りますよと。はい。まあ、別の動画を見てください。はい、はい。っていうところで、今回は INTP の INTP 紹介でした。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。